まる、チャンネルへようこそ今日は、フォックス先生が夏休みの自由研究の一例を紹介しますパクっても、いえ、参考にしてもよいとのことですはい、こちらがですね、えー、小学生のために作りました文系の えー、定番の歴史を探そうという感じの自由研究になりますまあ、内容を変えればですねあの小学生から高校生までいろいろ使えるかと思いますはい、スマホではですね文字が小さくて読みにくいよわからないよという方はですね申し訳ないですがパソコンでですね、えー、一時停止なりして見ていただけたらわかるかと思いますよろしくお願いいたします